素材これしかないです。え、バカなの。え、これマジでどうやってやったの。インカメラ、インカメラ。違う、俺だってここで撮ってたもん。え、どうやってやったの。怖っ。怖っ。いや、こっちのセリフね。恐ろしいわ。やば。どうも、ジェニオチャンネルです。つやジェニオチャンネルですみたいな。じゃあ、いいよ、やって。それで一回やってみて。やってみましょう。いきます。ジェニオチャンネルです。絶対嫌だわ。きつ。きついわ。絶対嫌だ。無理してる。ジェニオチャンネルです、お願いしますって言う。不自然ですよね。そう、なんかもっとなんかこう最初は勢いないと。今日ね、じゃあそういう感じでね、今日企画なのよ。企画やりたいの。いや、やりましょうよ。何ですか。今日は第1回10分 TikTok 王決定戦。いや、そこは乗るんだ。こんばんは、ジェニオチャンネルです。どうも。うわなんだそれ。知らない。めちゃくちゃ無理してる。いやいや、いいじゃん。知らないやつ。いや、これびっくりしてると思うよ、今見てる人は。あれ、また始まったぞってなってるから。何のことだと。実は今回、我々ね、長年陰キャは陽キャに苦しめられてきた。確かに、きつかった。大変だよね。大変でした。きついですね。そう、たまには仕返ししてもいいんじゃないか。おお、したい。ということで、今回はあの陽キャにいたずらを仕掛けようと思っている。よしよしよし。素晴らしい企画ですね。復讐の時が来ましたね。そう、ただでもやっぱりまだその菊池風磨を殴ってみたっていうのは撮ってあるから、今回それじゃないから。あ、違うんですか。違う。あ、なんだ。もうちょっと地味めにあいつが滑ったみたいな。あ、いいっすね。いたずらにしてるから。なるほど。精神的に来るやつ。そうそうそう。なので今回は、まあ、今ね、10分 TikTok 王決定戦っていうところだと思うんだけど、皆さん見てるところは4面撮るみたいなね、うん、俺らのやつを撮るって言ってるんだけど、はい、全部相手にするから。おー、なるほど。そう、じわじわ。それをバレないようにみんなでちょっとチーム組んで、よう倒すって。これ、これです、ね、滑らすわけですね。恥ずかしい思いをさせて、恥ずかしい思いさせてやろうと。で、我々はバレないように普通にも TikTok にチャレンジする、チャレンジするってことで、気持ちでいれば。そう、はい。ただ全部俺らじゃなくてあいつを取るから。最後4画面なんですかね。4画面全部あいつなんです。最後見たいですね。ちょっとそれを楽しみに。はい、じゃあ本編どうぞ。かかってみる。今日はちょっと TikTok を決めるから、我々の中で。きた。TikTok をですか。そう、 TikTok って皆さん知ってます。もちろんもちろん、もちろん。今もうめちゃくちゃ流行りに流行ってるわけじゃないですか、うん、それの10分で TikTok をいかに完成度が高い人が、うん、誰かっていうのを決めようと思う。ダンスですよね。ダンスです。一応 TikTok って何ですか、分かんないですって人もいるかもしれないので、うん、ちょっと見せますね。どういう TikTok がどういうものかっていうの。一応。え？おお。何だ？やってんの？やってんのか。僕出てますから。なんでなんでなんで。ドラマでね、その企画でやってください。めちゃめちゃなんか顔あれじゃないですか。そうなんです。決めてません？なんかね。これ。はい。じゃあ。これなんですよ。まあまあ、今回10分で踊り物。おお。やっていきます。はい、踊り物か。まあでも僕らはダンスもだいぶやってるんで、ね、もう長いですからね。そうなんだよ、ね、確かに。覚えるのだけはマジで早いと思います。マジで早いよね。マジで早いと思います。15秒の踊りなんてもう一瞬じゃないですか。だから10分で我々は仕上げるんですってことよ。あ、完成度。あ、完成度か。そうで、結構実際はこうハーフスピードとか8割とかにして、うん、ちょっと早回しじゃないけど、うんうん、だ今回は TikTok にやるわけではないので、我々は標準のスピードでチャレンジします。今回の曲はこちらになります。何の曲ですか。これやります。可愛らしい。エブリスム。こんなん二宮さんが調べてくるんですか。そうだよ。詳しいっすね。よく見つけました。うん。これ流行ってるんですか。これ流行ってます。あの原宿の女子高生はみんなできますから。本当ですか。原宿の女子高生。原宿の女子高生。おじくさ。ショックなんか今の。何が。今原宿の女子高生。うわー、ショック今の。踊れない人、竹下通りでこれ踊れない人いないんだって。おじくさ。そんな言わないでください。絶対これから。何が。だって本当なんだもん。しょうがない。やだ。これどこ情報なんですか。
いやもう俺調べてなかった。こんな情報二の三調べで。こんな情報に握ってる二宮君やだな。だからもしかしてジャムチャンネルを見てる女子高生は乗れるのかな。あこれってなってるってことか。なってる可能性はゼロじゃないよ。やるんだったら確かにバズってるやつをやった方がいいですもんね。そう、まあ、間違いないですね。で誰が一番よくできたかっていうのを4人で決めて、そう王を決めるってことですか。そうそうそう。だから風磨に撮ってもらって、はい、で、あのバーって撮って、で最後風磨を撮って、それをいあの4画面にして最後見て、みんなでこの人だっていうのを決めて、なるほど、そしたらこの人が TikTok 王でーすっていうのを今日やるから。なるほど。なるほど。じゃあ練習しよう。10分ですか。10分、今から10分でいきますよ。あ、なったらね。あ、やだ。いや、女子なんだよな、そこ。ニノさん、うわ悲しい。めちゃくちゃおじさんだわ、ふうな、あの人。は？おじいますよね。おじですね。そんなことないよ。最後のポーズ。編集風景でそんな見ちゃダメだよ。いやだ、なんか。あ、きつ。きつ。肩だいぶ上がってますね。いやね、俺もだからね、マジで。きつくないよ。違った曲に見えますね。いやだ、二宮くんの伝説知ってます。だって全然やる気ないように見えて、振付師の振りを一発見ただけで次のリハから踊れてたっていう。かっけえ。それが今じゃこれですよ。きついな。振り早い人います？自信ある人います？覚えるの早いっていう。しかとYouTube チャンネルにおいて。はい、あと3分でーす。やばい。これ普通の曲のダンスと違って、そのなんかヒントが少ないから入りづらいですね。そうそう、突然これとか入ってくるじゃないですか。そうなの、わけのわかんないこれ。関係ないのよ、ね、あ、ちょっとうるさいな、山田君。お前らがうるさかったから起きてないよ俺。あー、ちょっと山田君マジ邪魔っすね。あー、携帯でも負けてんのか俺は。顔やばい。うるさい、ちょっと。はい、できたー。イエーイ。うるさいな。はい、終了。いや無理。順番決めましょうか。いや、じゃんけんでいきましょうよ。これは公平に。いいよ。勝った人が、ね、選べるんじゃない？あ、選べる。順番は確かに確かに。はい。最初はグー、じゃんけんパン。いいよし。大人げねー。じゃんけん強。最初はグー、じゃんけんパン。地獄だ。オッケー。見えないけど何番か。2番。お、3番。で、俺4番。ふざけんなよ、もう。あーもう、帰りたい。確かに。あ、もう待ってるか。いや、でもこれ表情まで気にしたら振り飛ぶな。いや、これきちい。1番手、はい、自己紹介お願いします。1番手、山田涼介です。一生懸命踊らせていただきます。
お意外とできたぞ。あとね、見てられる。マジか、はい、よし。そうだね。いや、めちゃめちゃいいね。よくないよ。いや、マジで。よし、まあ、表情はそうっすね。あ、これだよ。ちょっとね、今のあんま見てられない。最後間違えちゃったのよ。ちょっと表情によりすぎた。あ、もう行きましょう。はい、ミュージックスタート。行くよ。顔ちゃんと。かっこいい。最後かっこよ。来た。飛んだ。はい。無理だな。いやー、ちょっと待って。俺今のでなんか失敗のイメージできちゃったな。やば。止まんないからね。はい。自己紹介。菊池風磨です。よろしくお願いします。頑張ります。顔な。ちょっとね、ミスったね、途中。でも俺、復旧しましたよね。まあまあまあ、ね、うん、あ、ちょっと復旧できた。できた。来たかー、怖いよー。いやあとはもう再生ボタンで押すだけで、はい、これで決まるからね。みんな選んでよ、ちゃんと。はい、スタート。いや、全部俺なの。どれだろう。全部俺なの。どれにしようか。全部俺だから。全部俺だから。みんな選んでちゃんと。いや、選んで。いや、どれだろう。全部俺なんだ。中丸くんか。全部俺なんだっけ。ニーナさんも悪くないですけどね、うん、確かに自然っすね。うん、あ、でも自然。意外とできや、すごい。いや、全部俺なのよ。はい。いや、編集時間かかりましたね。まあ、それなりにやっぱりかかっちゃうよね、うん。ちょっともう一回だけ見てみよう、みんなで。ちゃんと選んでよ、みんな、うん、はい、ちゃんとやりましょう、次は。頼む、マジで、ちゃんとやろう。いやいや、俺なんすよ、全部菊池。菊池のマルチアングル。全部俺なんだろ。とんでもねえ顔してますね。知りたかったんだろう。全部俺なんだよ。全部俺なんですこれ。言うてみよう。意外とできや、すごい。いやいや、俺さあ、ってこと決めましょう、うん、これなんすか。なんすかって。いや、誰も見たくないでしょ、この俺の表情違い。え、でもこれしか撮れてないんですよ。これしか撮れてないんだね。撮れてないです、これ素材これしかないです。え、バカなの。え、これマジでどうやってやったの。インカメラ、インカメラ。違う、俺だってこうやって撮ってたもん。違う、なってるから撮れてんじゃん。え、どうやってやったの。怖っ。こっちのセリフね。恐ろしいわ。いや、え、自分で設定したんじゃないの。誰がやったんですか、誰がやったんですか、マジで。だってあんたしか撮ってないじゃん。いや、だから見てたでしょ、後ろから。え、これ誰が仕組んだの。仕組んだ誰。山田か。ずっと黙ってるもんな。なんで俺になるんだ。ずっと黙ってるもんな。これはでも風磨が悪いでしょ。これはだって今日決めようと思ったのにね。10分ってよく喋りますね。二宮か。せっかく撮りたかったのに。誰だこれ。TikTok 講座だったの。中丸か。中丸がやったのか。いや、俺はだって編集だもん。だって俺って中丸くんの踊り見たかったよ。結局お前のリアクションしか見れなくてさ。中丸くんの踊りっていうか、中丸くん8割踊れてない。もう確かにな。え、これ誰マジで。いや、これだよ。やだよ俺、3人の応援してる人たちに責められるの。俺やだよ、もう。これタイトルつけるとしたら何ですかね。菊池風磨を4回撮ってみたドッキリでーす。おい、なんだよ。うわ、返してくれよ、一生懸命覚えた時間。
イエーイ。中丸くん、もう知ってて、あの踊り知ってて、やったんすか。知ってて、だから覚える気がなかった。俺に関してはこれ忘れててマジで覚えちゃったからね。真剣にちょっと忘れかけてたから、うん、ちなみにこれ実は両面で撮れるっていうアプリなんですよ。おー、マジっすか。すげえ。すげえ。すごいよね。あ、じゃあ撮れてんすね、3人のも。撮れてるよ。じゃあそれでやりましょう、見ましょう。それは無理。病気なんかドッキリですもんね。そう、ドッキリだもん、これだって。ガチ？マジっすか。じゃあこれ、このドッキリが500超えたら、じゃあ3人出す。500は無理って、マジで。でもそれぐらいのラインの方がいいかもしれないですね。いや、これいく500万いかないよ、さすがに。でもそれぐらいのラインの方がちょっとリアルで面白いかもしれないですね。1年後とか、急にね。俺、やだ。あ、もう時間っていうことで。あららら、時間か。しょうがない。これ俺だけ流れんの。そうだよ、ちょっと歩けない俺。もうちょっと夜から、しかもバスタバイもいいかね。俺がいいのか。あー、外歩けないマジで。撮られてるも知らずに。結構ほら見てられるんだね。可愛いって顔してる。ノリノリだね。ノリノリの俺が一番きついのよ。痛い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 。